こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。昨日とほとんど変わらない絵面だと思うんですけど、お菓子は昨日はシュークリームでしたが、今日はカスタードケーキですね。カスタードケーキ、今日のサムネイルはカスタードケーキです。で、ご飯のおかず用に卵焼き LL6 個分、蒸しキャベツですね。で、白ご飯、レモン水ですね。全体的にこんな感じです。これで足りなければキャベツかじるかなんかします。はい、肝心の体重です。体重が何キロになってるかが大事ですね。昨日より増えてんのか減ってんのか。昨日は 55.8 かな、 400g 増えてたのかな。今日は何キロや。昨日カスタード、シュークリーム食べたし、はい、やっぱりちょっと増えてますね。 200g 増えてます。体重 56.0、 体脂肪率 11.8、 体重 56.0、 体脂肪率 11.8、 基礎代謝1330、内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。はい、もう一度サムネイルはカスタードケーキ、卵焼き LL6 個分、蒸しキャベツ半ば外葉かな、まだ外葉が5枚、白ご飯、レモン水です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。